넌 이기러요. 우리 아마리니 스바야 이거기가 여행이 대기나 명이와 남대 스타의 모습 수가당이 미에르 그거야래 における空中での滞空時間は最長20分骨なしになる、そう聞きました。今宵は幸運ですよ。よく見ておけ。海よりここに花咲く。誕生日お祝い申し上げます。そうじゃった、いやすっかり忘れちゃった。頼朝公がお守りくださる。はい、志を告げる者はそなたしかおりません。もし次に義時殿が討たれれば、辛い思いをするのは五度目となる。女人御唱という言葉が法華経にあるが、これを言うのであろう。いいですか、このままで。どうぞ。いつもこれだけどすな。うちに何か問題でも。この大地に見事な花が咲き乱れているぞ。にこの坂本龍馬が旗を釣ったでたいがよ。女は信用ならんな。
よくよく尽くしみて、いみじく計らいて、あなたこなたしけるにこそ。八田の鏡は王が知恵、八田蟹の勾玉は王が慈悲、草薙の剣は王が勇気。我が一生、草薙の剣を取り戻す戦とした。ゴトバイン、武家が君の守護となる世が来るのです。武士こそが宝剣の代わりを。神の力を得る者、かかわれ！建久10年、源頼朝死去。続きはこの私にお任せください。草薙の剣は持ち出された。剣
ヤマタノオロチの王、災厄を封じ込めるため帝の手は握りしめていた。災いは世に放たれた。剣を戻さねばならぬ。頼朝公が開いた鎌倉を守らねばなりませぬ。時に鬼とかそうとも、時に親や兄弟、子でさえも切らねばなりませぬ。剣は、剣？義経殿が手にあったという天皇家に伝わる剣、鎌倉にあるとの話を公暁が申しておった。初めてこの耳に。剣の力に惑わされれば剣に滅ぼされる。剣を捨てよ。王になる。これがそう申しておる。それで二つの都が一つになるのであれば。ぜひに一つとなりましょう。では失礼いたします。剣は北条義時の手にある。あの剣に見入られた者は皆魂を奪われ、地獄へと落ちていった。持つべきものでなかっただけである。それがしこそ運命など幻に過ぎぬ。己の心を信じよ。ならば道は開きようぞ。大将、北条義時の後についてまいれ。JOKYU-NO-RAN 起こる。